レンタインのお返しだよ。はい、どうぞ。あのね、もらったチョコ食べたらお仕事いっぱい頑張れたの。プロデューサーさんのチョコは魔法のチョコだったのかも。カノンもお返しに魔法をかけたんだ。これからも毎日元気いっぱいでいられますようにって。カノンの魔法が効いたか後で教えてね。待ってるよ。プロデューサーさん、ハッピーホワイトデー。あのね、バレンタインにもらったチョコとっても美味しかったよ。それでね、カノン、どんなお返しにするかいっぱい考えてこれにしました。絶対喜んでもらえると思うんだ。はい、どうぞ。ねえねえ、早く開けてみて。でしょ、カノンが頑張って選んだんだよ。喜んでもらえてよかった。ホワイトデーってあげた方も嬉しくなれる素敵な日だね。